ターリクイブンズイヤードターリクイブンズイヤードは、イベリア半島を征服したウマイヤ朝の軍人。ターリクイブンズイヤードターリクイブンズイヤードの前半生はほとんど不明だが、北アフリカのベルベル人とされる。ターリクは、ウマイヤ朝のカリフである、バリード一世に仕え、モロッコに駐屯していたが、711年4月29日に、北西アフリカのアラブ人大使であるムーサ。 イブン・ヌザイルの命令により、ムスリム軍の指揮官として、イベリア半島に上陸した。この上陸地点は、アラビア語では、彼の名にちなんで、ジャバル・ターリクと呼ばれ、スペイン語のジブラルタルの語源となっている。上陸後、ターリクは戦断を燃やし、不退転の覚悟を示したと言われる。7月19日に、西ゴート王国の王、ロデリックを、グアガレーテ下半の戦いで廃止させ、 コルドバやトレドなどの都市を占領し、イベリア半島を征服した。征服後、知事に任命されたが、間もなくダマスカスに召喚され、そこで余生を終えた。ありがとうございます。